因果より生まれし火の神超絶。どうも、タクタクです。本日はついにですね、超絶最後、カグツチに、カグツチパで挑みたいと思います。まあ、カグツチパっつってもね、3体しかいないからさ、クイバタを運枠にして、カグツチ3体で挑んでいきたいと思います。よし、行こう。まあ、ちょっと、恒例通りね、はい、カグツチに当てていくゲームで、うん。ノーコメントで。こんなもん、こんな簡単なもんかね。今までの俺のカグッチへの苦労って何だったのかねって言いたくなるような状態なんだけど、これ。あ、しま、ミスりましたね、ゲージを。ゲージをミスったとしても、ミスったとしても、このクオリティね。なるほどね。まあ、カグツチに基本は当てていけば勝てるゲーだということをね、まあ、ずっと言ってきたわけなんで、それでやっておりますけど、まあ、本当にカグツチに当てるゲーだな、これはな。まあ、このまま、ちょっと、一層目は、まあ、一層目はね、簡単だからね。まあ、二層目以降だよね。二層目の特徴としてはね、4体のゾンビというか、蘇生を一気に倒さなきゃいけないというね、そういう特性がありましたので、それを意識してやろうか。しかも今ゲージ外したし、ゲージ外しすぎじゃねえ、この実況者。マジ。しょっぱいんだけどって感じですよね。僕もそう思います。そこの家具土か。まあ、いきなり一発で抜けようなどということは思わずね。まあ、無理っぽそうなんでね。こんな感じでやりましたけど。これはどうすればいいの？これでも、あれ壊さなきゃダメなんだよな。また、剣みたいな壊さなダメでしょ。左の剣を壊してくれれば、ワンチャン。あ、オッケー、壊しよう。終わっちゃった終わっちゃったんだけど。なんじゃそりゃ。何も考えなくていいやつじゃん、これ。これ、剣をとりあえず壊そう。無理に隠すに当てようと思わず。ちょっと考えなきゃいけない。壊せないんだ。そうか。壊せないんだね。これしょうがないね。これはでも、地雷を踏んだらどうなるゲー。あ、痛い！ちょっと、まずい。危なかったー。やっぱ地雷は出させちゃダメだね、これはね。これで抜けたい。うわっ！ちょっと、抜けて、これで。まずい。ギリギリだ。言うの忘れてましたけど、この縛りは、あれですよ。初見プレイでのみ、やるっていう企画なんで、負けたらダメですからね。負けたらもうそこで即終了。勝ちてえな、初見で。まあ初見ではないんだけども。このパーティーで初見っていう意味ね。呼ぶんだ。お。呼んで。イザナミを倒。倒。さない。倒せない。はい。これはでも、負けないでいきたい所存。イザナギから倒したらいいかな。おー、いいんじゃない。これいいペースだよ、でも。剣がないから不安だけど。相手の動きも止められないから不安だけど。おー、いいよ。おー、削ってる。ストライクショットも打てなくて不安なんだけど。これ大丈夫じゃないですか。うわ、生きてるー。ハートは？あ、出た。これちょっと、まずいな。ハートを取らんと、マジでまずいと。ちょ、倒しきって。もうこれで倒しちゃって。あ、よかった。何それ。よかった。さあ、これで回復してね。ハート出ないステージだったらマジ終わってたな、俺な。はい、23ターン撃でスピードクリア獲得ということでね。なんとかこれだな。まあ、ここまでこれはもうカッコついたかな、みたいな。
いや、やろうやろう。でもこれ、あれだから、家具土が家具土ということは、お互いキラー同士だから、さっさと勝負を決めんとやばいっていうことでしょ。あの剣を壊しながらいかんと、キラーが常に入った状態で戦わなくてはいけないという、そういう感じだろう。ということで、一切手加減は、しない、できないし、いけいけ、よしよしよし、いいよいいよいいよ、いいよいいよいいよ、いいですよ。はい、単数増加。おー、強力。クロスレーザー、じゃあ、毎回間違うけど、十文字だから十字レーザーね。すげえコメント荒れるんだから、これで。十字レーザー。十字レーザーね、今な。十字レーザーのとこいなかったから。よっ！よしよしよし。いいよ。これ抜けたでしょ。我を交代させるとは何者か。いや、いいな。これ、適正だな、多分な。相手に攻撃を受けたら一気にピンチになるパターンだよ、でもこれね。こっち、こっちか。うわ、あと、ちょ、頼む、頼む、恥ずかしい。あ、危ない。もう一人、もう一人、もう一人。おーしよしよし。おーしよ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 し。いいっす、いいっす、いいっす。家具土が家具土を弾いてる間は安泰だから、ね、で、ちょっとこれも壊しつつ、あ、なんかでもこれ美味しそうだな、もうちょっと。いただきます。あんまり美味しくなかった。あんまり美味しくなかった。いっぱい増加させといた。あんまりこう増加させすぎても意味ないっていうのもあるよね。これどうしたら、この方がいい。また手かな。ストライクショット溜まってないんだけど大丈夫ですか。ストライクショット溜まらないんだけど、ここで溜まるかな。うまくいけばね。こうかな、これで。でもこれどうせ動くんだよね。どうせ動くと思うんだけど。おいね、いいね。あ、いいね。はまってくれた。あ、よかった。これ初見でクリアできんじゃねえ、これ。まあ、油断すんな、お前。いつも。油断してやられるパターン多いからな。頑張れ、タクタク。はい。よし。いけ。よしよし、自分に言い聞かせた。増加していく、増加していく。これ今、増加させてもしょうがないんじゃないかなって今思ったんだけど、大丈夫。お、ストライクショット出るぞ、次。いけるぞ、いけるぞ。もうまだ、撮影始めて8分ぐらいしか経ってないけど、8分も経ってないか。すごい、これは、いい香りがする。お、お、お、行くか。こう、こうかな。きらめき行くぞ。ピラメキーノ！いけ！おー、ちょっともうちょっと、もうちょっとあったの、うちからな。これでも、家具土付近にいないとこうまくいかなかった。なるほど、なるほど。いいね、いいね、いいね。次の家具土で、終わりたい。どっちだ、どっちだ、どっちだ。下の家具土がいいね、どちらかというと。よし、行くぞ。すげえ浅く、斜めに。こんなもんかな。好んで。いけ！あれ。うわぁ、ちょっと、そんなに動くんだ。そんなに動くんだ。弱小度、縦感じゃないと、ダメなのかな。あ、でもこれ決まるか？あ、決まんないわ。まあいい、次で、どっちにしろ絶対決まるでしょう。うわぁ、ば！十字レーザー全部当たるともう、まさかの、まさかのとどめ食いバタ？まあいいわ。ちょうど、ハートも出てるし。やり損じても大丈夫でしょう。オッケイ。我が炎をもってしても倒せぬとは。なんか初めてクリアに聞こえた気がする、カグツチの声が。はい。いや、なんか心配してたけど いけましたね、やっぱりね。カグツチパね。普通に強かった。でキラーだからね。でキラー発動してなくなかった、カグツチの。カグツチがカグツチに対するキラー。あ、だって痛い痛い痛い、もう痛い。一体だけかー。運極って無理かも。でもこれで、おかげさまで、ね、家具土4体編成はできるようになったから。なるほどね。家具土運極はやらないかな、これ。だってもうまあ、しんどいからね。しんどいから、ちょっと、運極はやらないと思うけど、なるほどな。4体編成、どうができんな、これでな。はい、という感じでございました。
はい、というわけでこの格土チャレンジ超絶シリーズ11本いかがだったでしょうか。まあ負けてしまったクエストもありますけど、まあ実質勝ち越しということでね、なんでお前これ勝てなかったのみたいなのもありましたけどね。まあそれは僕下手くそだったからなんですけど、まあその下手くそな僕でも格土を使えばの、まあまあまあこれはどんなクエストでも大体いけるぜということが証明できたんではないかなと思います。強いね格土ね。これがスマホ版に来たらどうなるんだろうっていうことをね、もう想像せざるを得ないというか想像してしまうよね。うん、まあ、まずないんだろうけどないだろうけどね。はい、という感じでした。はい、モンスターストライク 3DS の実況ですが、もうねちょっと終わりが見えてますよね。なのでまあこの後もね引き続き何個かクエストやろうかなと思うんですけど、うん、まあ皆さんのねコメントあとは見ていただいているという状況が続く限りはこのままねしばらくまだ続けようかなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。